どうも皆さんこんにちは、キョウキョです。はい、皆さん今日何の日かわかりますか？暑い日？何？今日お子さんが生まれた日？学校が設立した日？違いますよ。2015年8月2日をもちまして、クラッシュオブクラン3周年ということで、おめでとうございます。おめでとうございます。これ本当におめでとうございますよ。本当に要するに3年と1日前はですね、もうバーバリアン、アーチャー、ペッカ、こういう言葉がなかったわけですよ。バーバリアンとかアーチャーとかはね、まあ世界的にはあったかもしれませんけれども、このバーバリアンといえばこの黄色い髪型とかいうするのは全然なかったわけなんですよ。いやーすごいですね、本当に。で、私がクラクラを始めたのはですね、1年だからこうあって1年と10ヶ月ぐらい前ですかね。そうなんですよ、1年と10ヶ月ぐらい前なんですよね。なんでこう、まあ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 という形でございます。いやー本当にね、なんか嬉しいですね。 3周年でこう今ですね、3周年イベント、まあ皆さんね、前の動画でも言いましたけれども、皆さんこれお忘れなくブーストしてください。お得すぎるので。ということでね、まあね、前回の雑談で全て喋ってしまったんですよね。この2週間、いや2週間じゃない、3周年イベントのついて喋ってしまったので、この動画でね、こう、雑談しますか？したらじゃあ、雑談します？いやでも雑談しすぎてこう、うわ、お前、めっちゃ動画長くね？みたいな思われてこう、ピッピッピッってされるの嫌なんですけどね。まあ、雑談しちゃいますと、私、結構前の動画とかツイキャスとかでは喋ったことあるんですけれども、私がクラクラを始めた理由、どうですか？知りたいですか？あ、知りたくないですか？あのですね、私覚えてますよ。友達がね、おい、署名さ、みたいな。みたいな。当時のキヨキヨ、みたいな。お前さ、クラクラってやつやんねえ、みたいな。クラクラの、まず面白いから、マジで。俺のクラ入ってよ、みたいな感じで言われるわけですよ。でも、いや、めんどい。その時私、パズドラとかやってたんですよ。で、もう、パズドラ夢中で、めんどい、いい、そういうの、はい、わかったわかった、みたいな感じだったんですね。で、こう、まあ、友達に、やってとか言われるから、今入れば、長老にしてあげるよ、みたいな。いや、知らんから、そんなんって感じなんですけど。まあ、じゃあ、しょうがねえよ。そんな押すんだったら、じゃあ入ってやるよ、みたいな感じで、クラクラ入れて、その人のクラに入って、今そのクランはどうなっているのか調べましょう。なるほど。今探したんですけど、まあ会ったことあったんですけども、ちょっと悲しくなりましたね。ちょっとでクランを全然転々としてなくて、まあ、その最初の友人のクランに行って、そこがなんかちょっと過疎化が進みまして、早くもそこで結構仲いい友達の知り合いがやってるクランに行ったんですよ。結構関係複雑ですよね。そこに、私たちの友達もまあ集まり、まあ、そこで活動し、そこで、プーっつって今も結構活動していらっしゃるクランにお邪魔したんですね。そうなんですよ。そこでお邪魔して、そこでまあ3ヶ月ぐらい過ごしてゴエモンジャパン作ったんですよね。まあ、今キヨキヨ祭りということで、イベントクランなんですけれども、歴史があるんですね、やっぱこうクラクラにも。もうそうですね、皆さんもですね、もうどんな経緯でクラクラ始めたのかとか、ちょっとコメント欄でこう教えてもらえると、ああなるほどみたいな、なるほどってふむふむってしてるんで勝手に、ぜひともコメントくださいということで、今回は3周年本当におめでとうございます。スーパーセルさんとクラッシュオブクランさんの運営さん、おめでとうございます。背景、クラッシュオブクランが4周年を迎えた時の8月2日、要するに来年の8月2日、キョキョさんどうしてますか？どうしてますか？本当にクラクラどうなってますか？闇の弊社新しいの出てるんですか？キョキョさん、このネクロマンサーの下ぐらいまで闇の弊社出てるんですかね？そうなんですよね。で、タウンホール15とかなってるんですか？先輩、教えてくださいよ、教えてということで、まあこれからも楽しんでいけるかなと思います。ということで、私クラクラやめません。本当にもう皆様がね、ご飯食べたい、トイレしたい、まあその遊びたいみたいな、
遊びたいは違うか、寝たい、まあ、ご飯食べたいとかいう、そういう欲求あるじゃないですか。それ私はただただ私の場合は、まあ、寝たい、食べたい、クラクラしたい、ただその3つだけなんですよね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。楽しんでいきましょう。